はい、皆さんこんにちは。まずですね、今日は近況報告ということで、マンボウが3月21日をもって一応開けました。私たちがやっているですね、焼肉屋さんも東京それから大阪という2か店でやってるんですけども、22日から全店通常通りの営業時間に戻し、営業を中止していた、まあ、休業していた、ね、店舗も多々あるんです。今回は多々ありました。ただこの22日からは全店営業再開、そして営業時間も通常のままということで、コロナ前の営業帯に戻ってきました。でもですね、戻ってきてくれないのが、お客様です。まあ、もちろんこれは覚悟の上での、スタートだったんですけれどもね、まあ、良くて、8割、悪いと7割というぐらいで、私たちは店舗の皆さんに、店長はじめ皆さんに、これぐらいの覚悟はまだ必要だよということで、とにかく売上計画を固く組んで、そして、特に深夜帯ですね、どの時間帯が、一番減るかというとやはり深夜帯です。まあ、深夜といってももともと私たちの焼肉屋さんは、基本的には23時営業なんです。23時で営業終了という店舗がほとんどだと思うんですから、まあ、深夜といっても、まあ、ディナーの後半という形でしょうかね、まあ、2回転目のお客様は、とても来てくれるまでには至らないだろうと。でその分の減が、まあ、2割から3割といった形で、計画を組んでおります。実際に蓋を開けたらどうなるか、やはり予想通り、悪い予想は必ずよく当たりますね。予想通り開けてもですね、平日 70%、 そして週末が 80%、 これが2019年比です。そしてどうでしょう、この3月の25日26日あたりを超えたぐらいからでしょうか、少しずつですね、少しずつお客様の出が良くなってきました。まあ、出が良くなるっていう表現はないのかもしれませんけど、街に人がですね、たくさん出るようになってきました。まあ、もちろん桜の開花もあったんだと思います。そして3月の休養日後ということもあったんだと思います。そして、気候が何より、2桁に乗っかりだして、10度超えましてね、比較的暖かい日はもう非常に心まで、ね、明るくなるような、そんなような天候にもなってきたこともあるのかなと思っています。そして3月のそうですね、最終週あたりになりますと、私たちの焼肉屋さんもほぼですね、2019年並みに、週末はお客様が戻ってきてくださるようになりました。ただですね、まだまだ気を抜くわけにはいきません。このままの状態が続くとは私は思ってません。ですから、新しい年度4月1日を迎えるにあたって、私たちはもう一度、次の一手を考えようよということで、さまざまな準備をしてきました。一方ですね、まあ、焼き抜き屋さんは大体平日 70%、 週末 80%、 そして3月の最終週あたりになるとほぼ 100% 並みに戻ってきたというのが今の現状なんですね。ただ一方ですね、私が直接経営してますあの居酒屋、こっちはですね厳しいですね。まだまだこれはあのテレワーク、これはですねもう常態化するんだと思います。ですから、従来のビジネス街に、ビジネスマンが 100% 戻ってきてないわけですよ。すなわち、ランチタイムもそういう意味ではダメージがあります。そしてディナータイムももちろん、そして一番厳しいのはディナーの後半。まあ私がやっている居酒屋もですね、夜はもともと23時までです。ですから深夜はやりませんので、深夜の需要というのはあんまり関係ないんですけれども、残念ながらですね、この居酒屋業態においてはまだ 70%、これぐらいの回復になっています。まあもちろん、個人店の方が回復が早いですね。多分そう思います。なぜかっていうと、やはり常連様を掴んでいる個人店から回復をしているといったような状況になっています。まあ、私たちがやっている店豊も常連様たくさんいらっしゃるんですけども、まだ残念ながら、回復は19年に対して 70%、
ぐらいの形ですね。ただ少しずつ予約が増えてきましたので、この後どうでしょうか。4月1日で新しい年度が入り、新しい新入社員が各社に配属、なんて言うんでしょうね、入社をし、そして各部署に配属をされ、そして、少しずつですけど歓迎会、送別会といったものもですね、復活をしてくるんではないかなと思っています。まだ、夏明けぐらいまで、この厳しい状況は続くと思いますけども、とりあえず今の近況としては、焼肉屋の方が戻りはいい、居酒屋やはり厳しいなといったところが状況です。しかも居酒屋はですね、やはりこの個人店タイプと、チェーンとの差は大きいと思いますね。チェーンはまだ戻りは 50% 台じゃないでしょうかね。我々個人店でようやく 70% 強、まで来たかなというところです。まだまだ、気を許せる状況にはなってません。そして今囁かれているのが第7波、またマンボウが適用されるんじゃないかとかですね、こんなことも今、ちょっと先にはある可能性もあるねということで、できる限りですね、今考えられる手は全て打って、対応していきたいと思っています。厳しい最中ですけども、ようやくマンボウも明けました。春も来てます。桜も咲きました。気温も暖かくなりました。頑張っていきましょう。ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは飲食店の楽しさを届けるために、全国の飲食店経営者の対談動画、一押し看板グルメ、飲食店の集客に役立つ情報を中心に届けております。ぜひチャンネル登録もお願いします。